熱海土石流災害からの復興計画をめぐり、市の方針が二転三転したことに住民が不満を募らせる中、斉藤栄市長は内容の修正もあり得ると話しました。被災された皆様が一日も早く伊豆山にお戻りいただけますよう、復旧復興に全力を挙げて取り組んでまいります。来月3日で発災から丸2年。今日の定例会見で被災者に寄り添う姿勢を見せた斉藤市長ですが、行政の対応をめぐっては宅地復旧の補助制度について住民が怒りをあらわにしています。信頼関係がない中でいくらこういう議論を重ねても不信感しかないんですよ。みんな熱海市は従来、土石流災害で被災した宅地を一旦市が買い取り分譲するとしていましたが、被災者が自ら宅地を造成し復旧費用の9割を補助する方針に転換。買い取りから補助へと変わりましたが、住民からは説明が不十分などと批判が相次いでいました。内容を修正して理解を得るという認識なんでしょうか、それとも今の内容を丁寧に説明して変えずに理解を得るという認識なんでしょうか。方向を議会とも相談しながら探っていきたいと思っています。着地点を見つけていきたいと思っています。はい、ですので修正はもちろんありえます。発災から2年のタイミングが迫る中、二転三転する市の方針は今も定まらずにいます。